西側に阪神高速12号守口線の高架、いわゆるカーブになっているんですが、そこがあって、その下を白北公園通りが通っているんですが、旭区の中宮のバス停であります。いわゆるですね、そちらから降りてからですね、東の方へと向かってファミリーマートがあるんですけれども、そこをですね、北へ向かっていくと一部のですね、構想が見えるんですが、大阪工業大学へ行くことができるんですね。そして周辺には朝日中宮郵便局があって、医療機関、調剤薬局があって、そしてそこから西へ進んでくると江ノ川遊歩道へということで、阪神高速の高架線沿いを進んでいくことになります。まずは白北公園通りの方を西に向かってそこを進んでくるんですが、中宮四交差点の手前で左の方へと曲がり、いわゆる江ノ川遊歩道の方を、阪神高速12号守口線の高架に沿って進んでいくこととなります。阪神高速12号守口線の高架沿いに沿って伸びている江ノ川遊歩道ですけれども、電灯があってですね、信号に差し掛かるとともに、車止めがですね、何箇所があるということなんですね。そして南森町方面から阪神高速は右へとカーブしていることになります。江ノ川遊歩道を少しで右の方へと曲がり、コミュニティ道路、いわゆる住宅地の中、中宮四丁目付近へとやってきたんですが、そうすると左手に3階建ての校舎が見えてきます。西の方へ進んでくると、その先に菅原白北大橋のいわゆる坂道が見えているんですが、そこへと行くことができます。そして右の方へと曲がると、再び白北公園通りへと戻り、そして白北公園のいわゆる南東口へと行くことができるんですね。今回はここは左の方へと曲がってきます。そうすると正面が目に見えてくるんですが、こちらが大阪市立大宮中学校になります。大宮中学校を過ぎてくると、その先もですね、2階建てあるいは3階建ての一戸建てが立ち並ぶ一角のコミュニティ道路に入ってくるわけなんですが、ここでまた右の方へと曲がってきます。それと同時に中宮は4丁目から3丁目へ入ってくることになります。そしてですね、その先もですね、一軒家がですね、連なっていて、そこでですね、また曲がる形になるんですね。左に、そして右に一度ずつ曲がってきて、そこから菅原白北大橋へと連なってくる大きな道路が近づいてきます。そして中宮は一戸建てから中層のですね、マンションが立ち並ぶ一角にも入ってくるわけですね。左へ曲がって大きな道路沿いの方へと出てきて、ファミリーマートの手前にある朝日あったかバスのバス停へと来ました。旧赤バスの朝日ループだったですね、バス停なんですけれども、中宮3丁目のバス停にあたります。この朝日あったかバスは北港観光バスが運行しているんですけれども、毎日9時台から17時台まで、1時間に1本しか運行されていないんですね。ただ運賃が大人が100円になっているんですけれども、軽度優待乗車証、そして大阪市の無料乗車証があればですね、その朝日あったかバスにも乗れることができます。そして今歩いている2車線の道路が白北筋なんですね。歩道の幅もですね、広くなっていて、快適に歩けるような印象があるんですけれども、最初は事業所あるいは住宅が立ち並ぶ一角を進んできます。その中にはラーメン店があり、そして先ほどご紹介したコンビニ店があったりしています。右手には牧老人保健施設、牧老健の5階建ての建物が見えてきました。そして周辺にはラーメン店があって、そしてカーショップがあったりしているんですね。その先を進んでくるとセブンイレブンがあって、朝日警察署に行くことになるんですが、もう一つ朝日あったかバスのバス停、中宮2丁目のバス停を過ぎたところになります。朝日警察署前の交差点の北側で信号を渡って右の方へと曲がってきました。そしてここからは育英の方へと入っていくんですが、
そうすると左手の方に3階建ての校舎がまた見えてくることになるんですが、育英小学校が見えてくることになります。そして育英小学校の周辺から離れて文化住宅と一戸建ての住宅地コミュニティロードから出てくると育英商店街の中へと入ってくることになります。その育英商店街の中なんですけれども、実は育英1丁目と2丁目の間のところにあって、左に行くと1丁目、右に行くと2丁目になります。そしてその先に目を向けると浄土貨物線 JR 大阪東線の高架も少し見えてきているんですね。育英商店街を後にしてそこから左へ曲がり、整備工場があるところに来たんですが、その手前左手の方に公園があります。育英南公園に差し掛かることとなります。このように遊具類の方がですね多くある公園になっていて、正面の左手北側に飲み物の自販機があり、そして幼児用のブランコ、小さな滑り台に水飲みのできる手洗い水路、そして柵のついた砂場があって、その手前に時計台、その奥にはあいあい傘のような休憩場所があってブランコ、そして健康遊具があって右手の方に滑り台があります。そしてこうやってですねベンチの方が数箇所あるということなんですね。育英南公園を後にして日本タクシーの事業所前へと差し掛かってきました。そしてその先を進んでくると杉薬局のドラッグストアがあって、そして信号に差し掛かってくるんですが、その右斜めに実はマクドナルドがオープンしているんですね。今までですねこちら周辺にマクドナルドなかったんですけれども、いやこういうところにですねマクドナルドができるとマックファンにとっては嬉しいですよね。新たにオープンしたマクドナルド赤川店の方で、モーニングを食べてですね、休憩したんですけれども、本当にですね新築のですね木造のですね匂いがですね非常に良かったですよね。エレベーターももちろんついていますので、車椅子の方でもですね快適に利用できるということなんですね。そして赤川市東交差点へと差し掛かり、赤川1丁目のバス停が見えてきました。そこから左へ曲がると上り坂に入ってきて、白北川の上にかかる橋を渡り、そしてまた阪神高速12号森口線の高架をくぐって、その先に目を向けるとギャラリーツイン21大阪ビジネスパークの周辺が見えているんですね。そして赤川1丁目東のバス停になるんですが、今回はこちらでフィニッシュになります。その先を進むと JR 大阪東線の白北公園通り駅へと行くことができます。ちょうど今ですね221系が旧法寺駅出てきたところですね。赤川1丁目東のバス停に着きました。こちらは83号のみがですね停車するバス停なんですけれども、そこから降りてですね西の方に行くと JR 白北公園通り駅、そこからでもですねだいたい150から200メートルぐらいというところですね、信号待ちをするのは仕方ないんですけれども、そこからですね大阪東線へと乗り換えることができます。そしてこうやってですね多くの車が通ってきて、そこからですね旭区役所方面、そしてあるいはまた森口方面へと向かっていくということなんですね。この付近にマクドナルドができたということでですね、この赤川周辺もですね活気にみなぎっている、そんな印象があるんですけれどもね。今回は中宮のバス停から赤川1丁目東のバス停まで、バス停間をですね歩くことになったんですけれども、時間にして23分37秒、距離にして 1.71 キロ、2944歩の250キロカロリーということで、白北公園通り白北通りをですね、少し通ってから、住宅地の中を通ってきたわけなんですけれどもね、そこからですね森庄寺方面もでも大体はですね2キロの距離はあるでしょうかね、そのぐらいの直進路を作ってですね行けるということなんですけれども、そこからですねバスの方が1時間に多い時で4本出ているわけなんですけれども、
ここからですね、大阪東線へ、まあ、15分間隔あるいは20分間隔になるとはなるんですけれども、ここからですね、久宝寺方面へのですね、アクセスも、まあ、向上しているという印象がありますね。土曜の朝ながら頻繁に車が通っていく赤川一丁目付近の風景をご覧いただきながら動画の終わりとなります。ご覧いただきありがとうございました。